トワイスアップは、アラペン系による日本のライトノベル。イラストは鶴木コーが担当。主演者、スーパーダッシュ文庫館。著者、アラペン系のライトノベルデビュー作である。SD 文庫初のメディアミックス格月誌、スーパーダッシュゴ &5 連載の、あよおトウシオによる漫画家作品もある。異世界の魔人、魔物や、他の大魔人組織との戦いを扱った。 バトルファンタジー作品だが、インワイなボキャブラリーが豊富な、スラップスティックラブコメディでもある。歴史の裏側で魔界の侵略から世界を守る、守る姫。その一族の無用息子と蔑まれていた、明石悟に突如、結婚の話が持ち込まれた。相手は、凶暴女と、悪名高い、魔王殺しの英雄の娘、沢野良子。だが現れたのは噂と違い、可憐で、 クールな少女であった。そんな、サトルの前に、亡命中の魔王を自称する、金髪ツインテールの美少女、アリスが現れる。彼女はとんでもない秘密を抱えており、サトルの身体、だけ、が目的だと笑顔でのたまうのであった。現代の日本が舞台。他にも、魔界と地球との世界構造や、世界各地の大魔界組織の政治関係なども、断片的に語られている。 有史以来、世界各地には、魔界からの侵入とそれにまつわる人と魔物の騒乱が、神話の大災害や伝説の怪物の形で残っていると言われているが、現代では、一般市民に魔界と魔物の存在はひとく、隠蔽工作が行われている。スーパーダッシュ文庫。ありがとうございます。